国賓級の待遇として9年ぶりにアメリカを訪問している安倍総理大臣は最初の訪問地ボストンに到着しました。ケネディ元大統領ゆかりの図書館を視察し、日米の友好関係をアピールしました。ケネディ元大統領といえばアメリカでも依然人気が高いということで、友好関係をアピールするには絶好の場と言えそうです。日本との戦いにおいて、負傷されたケネディ大統領が、米国の大統領としては初めて、日本を訪問しようとしておられた、日本への、深い、思い、に、感銘を受けました。安倍総理は元大統領の長女のケネディ大使の案内で就任演説の映像や執務室などゆかりの品々の説明を受けていました。夜にはケリー国務長官の私邸に岸田外務大臣とともに招待され、夕食会が行われました。ケリー長官が私邸に外国からの賓客を招くのは異例だということです。国賓級での総理の訪問が久しぶりということもあって、アメリカ側にも友好ムードを演出する狙いがあったようです。